とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、久しぶりにマルチプレイですね。やっていきます。今日はアンダーホールです。まあ、難易度は、デイリー1なので、そうでもないっちゃ思うんだけども、まあまあ気をつけながら行きましょうか。はい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 。まあまあ、あれだね。基本的に固まって、行こうと思います。まあその意思疎通がなかなかできないんだけどね。いや、これ珍しい、あれだね、フィールドだね。なかなかこういう場所は少ないと思うんだけども。行きましょう。で、キャプテンはもちろん全部倒します。ソウルビルドか。ソウルの人がいますね。重い重いものすごい重い。いや、でも大丈夫大丈夫。なんだ略奪者に変わるかな多分。あ、今なんか変更がいたね。変更はちょっと注意しないといけない。OK。行きましょう。うわ、なんか変更多いね。変更が多い。こっち何もいないね。ちょっと違う方向行きましょう。上の階クリアですけども、キャプテンが全然いない。あ、いた。ちょっと待って、なんかすっごい重いし、なんかトゲいないとか、トゲいるよね。すっごい重かった、びっくりするぐらい重いの。なるほど、ソウルビルドが重いのかな。なんかすごいのついたね。モブダメージが 190% で、プレイヤーダメージが 20% 減少か。まあいいんじゃないですか。はい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 。あ、なるほどね。結構重くなるんだな。おい、重い重い。ちょっと待って待って待って、ちょっと俺罠のところにいるでしょ。危ない危ない。あ、どこだ、どこいる、どこいる。ああそっちか。一応全部取るんで。しゃ、ええ、ちょっと待って、ええ、これ倒してもダメだよね。取りに行かなきゃいけないから。よっしゃよっしゃよっしゃ。あ、間に合った、よかった。あ、ちょっと待って。はい、取れた。あと、2体ですね。脅威2です。取れたね、なんとか。ちょっと待って待って、トゲが多い。あ、やばいやばいやばい。いやあ、重いね。これはちょっとね、気づかされた。ソウルビルドって重いんだ。よし、ちょっと待って待って待って。とりあえずここら辺をちょっとある程度片付けてから直さないとね。いる、どこだ、ここか。やば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 、あぶね、危ない危ない危ない。よし、倒した。で、これで全部ですね。いや、まだ結構先長いな。先は長いですね。で、モブダメージが 190% 上がってるので、やっぱ痛いね、痛い。で、マルチでやるときはあれだな、ロールチャージ、アーティファクトチャージ欲しいね。あれが、あ、うわ、トゲ、これきついね。ちょっと待って、トゲ防護、これむずいわこれはむずい。やべ、ここ相当きついぞ。あいた、あれ、危ない。ちょっと待って、トゲ防護のこの硬さよ、本当に。ちょっと一回出せるね。なんだなんだ、死んでる人がなんかピョン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 してる。どういうこと？え？ちょっと待って待って。
そういうことだ。まあまあなんかバグかなんかだろうけど、よく訳がわからなかったね。いやーにしても重いなソウルビルド重いな。驚くほどの重さだね。ちょっと待って、待って、ある程度倒そう。オッケー、もうちょっとでクリアだからね、頑張りましょう。あれどこどこどこ、一応全員ね一緒にゴールしたいので頑張りましょう。よし、 OK。 ではあとはクリアするだけだよね。うん、あとはもうクリアするだけ。うん、別にナイトモードでもないし敵も出てこないので安心ですね。はい、うん、久しぶりのマルチにしてはまあ良かったんじゃないですか。うん、全然いけましたね。はい、ということで、久しぶりのマルチプレイでした。冬休み中はね、こんな感じでマルチプレイどんどんやっていこうと思いますので、見かけたら入ってきてください。よろしくお願いします。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。